治療してますけど、結果がなるだけ良くなるといいと思って今日はお宮に参りました。息子の目がなんか知らんけど病名がわからないで、国立やらいろいろ聞いたけど病名がはっきりしないので検査入院を行かなならんちゅうので、かばど神社にお参りに行って、まあ結果が良くなるようにお参りに行ってきました。症状がわからないんですけど、目が腫れてメモのようなのができて、ちょっと異常な目になるから歯医者に行って、歯医者はわからん、鼻も見なさい、鼻も耳鼻咽喉も行ったけど別に異常ない。病名がわからないのがもう私なんかはこれの姉ちゃんと二人が心配して、何の病気やろうかと、病名がついてないっちゅうのでお参りにお願いに行きました。息子のその YouTube に入るっちゅうのが前にもうお母さんがもう先が短いからビデオやら買ってきて、なんか後の孫たちに教えるように簡単な料理を記録に残しておくといいなって話はあったんですけど、まだその頃は80代の係だったから、まあいいわいいわって言ったら、現在のこの年90になって、ちょうど息子がそういう目の関係で YouTube が流行ってるので、なんか顔写さんから写していいかなって言って、一回写したらそれがまあ病みつきっちゅうとおかしいけど、まあそういうことで、娘も弟がそんな風だからお母さん記録に残したいっちゅう時にしてやっちゃった方がいいよって言って、コンピュータ関係ができるので、それでその道にちょっと入って移してる、この頃です。焼肉を食べに行ったら、姉の方が弟を見て、あんたその目どうしたん、焼肉食べ行くよりは病院に行った方がいいんじゃないって、姉ちゃんの方も言って、私もそこまでじっと息子の顔をじろじろ見たことはないけど、見たら結構腫れてるから、焼肉を食べて帰りにメガネをせんといかんなっちて、メガネ屋さんに行ってメガネを買いに寄ったことがあります。娘が話すのには脳と脳がひっついてるから、もし弟がなんか障害者のような感じになっても悪いから、できたらお母さん今言いよる時にあんたが料理して写しておく方が記録に残ってよかったになるけど、何もしてやらんと後でしてやっとけばよかったとか思ってもそれは手遅れやから、お母さんできる範囲してやるよっち姉ちゃんの方が言うから、それでこの道にちょっと入って、まあ今のところしてるような状況です。やっぱりこう言って左の目だから、
左の目の神さんがおって、あのお寺のお参りする方に他のお参りしている人がおったから、神さんの前で左の 目をこういじくってお願いを、願かけやないけど、この目が完全に治りますようにお願いして祈願をしました。それから今度はだんだん上がるとちょっとあのワゴンのあれを持ってたから上に上がれないので、まあお参銭を下からポンと投げて、それで下から拝んで、また結果が良くなりますようにって言って、まあお願いをしに行ったような様子です。長男と娘は、姉ちゃんの方は近所にいますけど、やっぱりこう末っ子で一番大事な息子なので、できたら一日も早く治ってもらいたいので、まあ息子のところにおるから、息子が悪くなったら私は大変困りますので、まあ一日も早く治るようにお願いをしてきました。